ました。一つ目の準決勝戦第9レースです。1番森本裕介飯塚ハンデ0、2番別府慶吾飯塚ハンデ0、3番新村義之飯塚ハンデ10。さあショートへ向かいます。針動きます。3秒前、2秒前、1秒前、科学者一斉にスタート、ギューン。さあフルダッシュスタート構成はいずれか。ここは SP ランド森本スタートの小島、2番手2番手別府慶吾、さあ別府が突進体制、3番車志村総大坊後継隊、3番手追って5番車加賀谷選手、現在4番手の位置、最優秀6番車田中茂がねじり込みそうな感じ。さあ4番車高谷がちょっと加えて後方へ後退、7番車二村英は現在どうでしょう、6番手7番手あたり、最後方に8番車早川聖太郎、3番がちょっと下がった、新村滑り加減、前は2番車別府慶吾、追って1番車 SP ランド森本が現在追走中、さあ5番車加賀谷が現在3番手に車かけた、2人と7番車二村飛龍がクリア、現在4番手、8番の早川聖太郎どこでしょう、現在5番手あたりか、前は2番車別府慶吾、追って外へ振り込んで5番車加賀谷の展開、内は SP ランド森本力尽きるか、現在後方へ後退、7番車二村飛龍が逆に上がった、3番手の位置、前は2番前は2番車、さあクロス別府慶吾だ、別府が行っちゃってます、5番車ブルースター加賀谷が現在追い詰める、7番車と今二村飛龍が現在3番手、外を回って8番車早川聖太郎が4車のマシンが入り乱れています、前はここで5番車ブルースター加賀谷が上昇、8番車早川聖太郎が内へ潜った、8番の早川が内へ潜る、外へ行く5番車加賀谷の展開になりますが、やはり陰入り、8番車早川聖太郎が前へ、早川聖太郎が前へ出ました、5番車加賀谷現在2番手交代、7番車二村飛龍は現在3番手の位置、8号から7番前最初の台形、あと1周回、さあ白番こと潔の早川聖太郎は現在先頭だ、5番車ブルースター加賀谷が現在追走は川口、ブルースター現在2番手、それによって7番車山陽は二村飛龍は現在3番手で回してる、8番5番から7番体勢は変わらず、8番押し切りか、白番早川聖太郎でチェッカーがおります、全車がチェッカーです。第9レース2連単8番5番で1020円、2連複は5と8の組み合わせ690円、3連単8番5番7番で2000円。